ダイソンみんな行ってしまわれたよ。寂しいな。人型のポケモン持ったんだよ。サトシでいいんじゃん。あ、卵あるで。トマトもできるやん。段ボールかな。これぐらいよな、やっぱ。5枚ぐらい。こっちの薄い段ボールの方がいいねんけどな。薄い段ボールがしよう。段ボールシート売ってるやん。テープ。紙製両面テープ、強力、テープカッター付き、これでいいか。カッターと段ボール切るハサミ、刃が錆びにくい、工作リサイクルに、瞬間接着剤、使い切り、やらずに使える割り箸。あー、いろんなものがあるね。レゴっぽいやつね。そうそうそう。うん。キラキラしたシール探してる。シール千代紙。折り紙。油性ペンあるはずやけど、油性ペンは買っとこう、追加で。超極細。何がない？プラバン。プラバンあるで。ここら辺。あ、ほら。うまい。今こんなになってんの。そう。すごいな。時代やな。違う違う。めっちゃ人影やん。人影じゃない。まだ悩んでるんですか。終了。買い物 OK。 はい、語りごっこ。それでは皆さん、買い物に行ってまいりましたか。はい、バッチリ行きました。完璧。勝ったわ。ちょっと待って、オープニングも何も撮影してないから、みんな何で挨拶からさ。みーちゃんです。かんです。みーねです。かっちゃんです。どうもおばんです。ゆけです。どうもおばんです。はいはい。どうもおばんです。昼やね。なんか今あれやんな、舐めとったよな、言い方。多分沖縄と北海道バカにしてる。終わったな。ダイソー商品で誰が一番ポケモンを作れるか選手権。私がタイトル設定するのダサいよ。ネーミングセンスな。ダイソー商品でポケモン作るぞ。ダイソー商品でどんなポケモン作れるかな。ワクワクさんみたいね。ワクワクさんみたいね。あれ、ゴロリゴロリ。はい、ダイソーでいろいろ買ってきました。はい、今からポケモンを作ります。ポケモンだったら何でもいいです。私見つけてまいりました。ダイソーで唯一のポケモン商品。ダイソーで唯一ポケモン商品がね、これだけありました。何が。それをですね、ダイソーから私たちがポケモンを作り上げると。じゃあ勝手に材料紹介して勝手に作ってみてください。1週間後に持ってきて発表会します。じゃあ作ってこい。バイバイ。ヒカルチームはダイソー商品で段ボール工作をしようと思って、配送ボックス段ボールを買ってきました。薄めの段ボールがいいなと思ったんで、薄めの段ボールにしたんと、梱包の間に挟む段ボールを買ってきました。素晴らしい。ダイソーに売ってるんですね。これに貼る画用紙と、最後にしまうケース。で、あとはみんなが使うものですね。割り箸。ついでにですね、折り紙も買ってきました。使うかなと思って、シール千代紙。ダイソーにこんな売ってもすごいの買った。じゃあ、ピカチュウを描くぞ。もうめっちゃ私適当に描きますからね。これ下手とかうまいとかそういう問題ではなく、もうほんまね、適当なんで。I'm sorry, but it's evident. Uniform 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11, and I swear you only tell me what I want. Hey, Pikachu, って5個指があるんだ。そうだ、ピカチュウ。よし、ミュウ。比較的簡単なものを持ってきました。ミジマル。不思議だね、できた。ミジマル不思議だね。もうポケモンがね、おいおい足していくということで。できました、モンスターボールいっぱい。めっちゃ可愛いね、これ。映ってる。今日の私の分はおしまい。ミュウできたぞ。できました。ヒカルチーム終了。超簡単やで。段ボール切っただけ。いけ、私のポケモンたちよ。え、めっちゃ可愛いない？これ絶対気に入ると思うで、ナナハ。全種類作りたい。ミネが買ってきたのは、もちっと伸びる粘土の白と赤です。七夕の飾りみたいなの。風鈴。なんか中に自分で絵描けるやつ。粘土の脂肪サインペン。手元をご覧ください。ちょっと誰か私作るの何やったっけ。ガマ。どうやって作るんですか。うわ、めっちゃ、うわ。触ってんこれ。いや。ほら。いや、もう。たちにクオリティは高いのを作れるって豪語してたんで頑張ってください。はい、任せて。お腹すいたんでの。はい、漬けチームです。これ何作るか言ったら今回作るんは、一番最新作のスカーレット・バイオレットで出てくるコライドンっていう、まあ、パッケージのポケモンを作りたいと思います。なんか一番新しい伝説ポケモンね。これのコライドンっていうやつを作っていきたいと思います。乾かさなきゃいけないから、紙粘土から作った方がいい。今回、体の胴部分、タイヤがあるから、車のタイヤこれを取って胸部分にしていきます。これがメインの大きさになるから、これにニッパーがどっかやな。本当はね、黒いタイヤとかだったら絶対あるじゃんと思ったら、黒いタイヤがなかったんよね。しっかり固定していく。ここが頭の肉付きね。え、思ったより小さくなるな、尻尾。え、紙粘土滑らかにするのクソむずくない？紙粘土これやばいな。だから羽とかのこの辺についてるやつとか、なんかこのトサカみたいなやつは後で作るから、もうこれで OK よ。腕 OK。 腕これあれだな、後日乾いたら色塗るパターンだな。紙粘土ってこんな大変だったっけ？こう足こうなってるから、ゆうちゃんです。はい、私もね、これ漬けさんのポケモンを作ります。そして買ってきた商品こちら一言で。でもこれさ、羽生やしたリザードンやし、人影にしか見えんかったんよ。このままでいいやんと思って。走る恐竜ダイソーさんですね。早っ。 3D パズル、ティラノサウルス、ブラキオサウルスでプテラで、この3種類を組み合わせてリザードンを作りたいなと。だから足から下はこんな感じで、首がこいつで羽こいつみたいな感じで組み立てれたら作れたら思います。やっていきましょう。くっつけてティラノサウルスを作るか。リザードンもどきイエーイ、頑張った。もうちょっと頑張るわ。クワガタ、テラノドン、テゴサウルス、このレゴを使ってリザードンのね、レゴを作ってみようかなと思います。リザードン頑張って作ってみました。どうでしょう？ぽくない？ちょっとテラノドンと、あとトリケラトプスとティラノサウルスだろ。太ってがぽいよ。なんかイメージこんな感じよ、多分リザードンって。人影おるから。あああ、塗る？赤く。今から俺ちょっとポケモン捕まえに行かなあかんからな。捕まえてからやな。これでほぼ完成ね。見て、乾いたら日々と隙間が空いた。ガラスが見えとんな、これ。ここに粘土をいやー、俺はね、やり直しをしたんで、パツを多くして、ほんでまた乾いてまた隙間空いたら一緒やんけんな。で、ヤスリがけするっていうことは乾かさなあかんから、今日完成できんくな。よいしょ。さあ、それではこのリザードンさんに色塗りをしていきたいと思います。こんな感じのプレ版で作ったやつかな。これを今から焼き上げていきます。トースターパンチで穴を開けます。で、ますね。ぐいーっと。おー、いい感じ、いい感じ。ちっちゃい！わあ、失敗したかも。これは失敗や。2枚目、投入。頼むぞ、焼けてくれ。緊張の一瞬。うまいことなるか。おー、縮んでいく、縮んでいく。めっちゃ小さなる。ズギャン。完成。いい感じじゃない？こんな感じ。キーホルダー完成しました。いやー、無理だー。あー、こっち失敗したしな。こっちも失敗したんやけどな。まあとりあえず完成ですよっ。もう嫌いではお疲れさん、りゅうちゃん終わり。とりあえず今日はここで終わりやな。うるさそうな鈴、サンドペーパー。ヤスリをかけてかけてかけてかけまくった結果、丸くはなったんです。とっても丸くなったんですけど、赤を削ったら赤が白について、白を削ったら白が赤につくんです。めっちゃ腹立ちません？まあもし次作ることがあれば白の絵の具でやっちゃうでしょ。なくない？風鈴のここにこう当たってジリンジリンってなるんやけど、ここに粘土がこう入ってるからならないんです。なので風鈴の鈴は鈴やからね。え？ビリリ。こちらご覧ください。怖い。見て、完成。ほら。風船の音。違う、風鈴の音。世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが、1位はハグですね。じゃあ握手、ハイタッチ、グータッチ、何もなし。ビンタ、ビンタですね。ビンタ、ビンタ今回カウンター出ちゃう。いや、ビンタはもういいよ。ビンタはいらん。はい、いきますよ。二人ともお入りください。何触ってたんですか？ポケモンカード。ポケモン？おっと？外茂光がよ。めっちゃ離れて座る。もうちょっとまた座りたい。もうくっついて。こちらにあるのはポケモングッズです。絶対ポケモンちゃうやんこれ。うちだよ。一つ一つ説明させてください。段ボールで作ったらしいポケモングッズです。ダイソー商品の粘土かなんかいろいろ作って使った次の新しいポケモン、伝説のポケモンです。は？ダイソー商品のプラ板を使ったポケモングッズです。ダイソー商品を使ったジオラマセットとアリザードンです。ダイソー商品を使う、ダイソーめっちゃ押すで。ダイソー商品を使ったこちら風鈴だそうです。名前わかります？これビリリ玉。どこが伝説のポケモンなん？これはちょっとわからんやろから参考する。はい。あ、スカーレットとバイオレット。伝説のポケモンちゃうで。スカーレットとバイオレット。さて1位をお決めください。部屋に飾るならとか、そんなんでいいよ。とか、これは俺の部屋に欲しいな、私の部屋に欲しいなとか、これで遊びたいなとかでもいいよ。ダイソー商品やで、すごくない？何も言わない。1位決めましたか？はい。せーので指さしましょう。はい、せーの。同じ。いくで。欲しい、これは。これはこれお人形さんにポケモン置いて、このハイパーボールを割り箸とか、割り箸みたいなのから取って、なんか、ハイパーボールって言いながら、ピューンって投げて遊ぶ。このハイパーボールとかあるんですよ、ここ。知っとよ。マスターボールはない。M 書いてあるやつあれ段ボールカットするのめんどくさかったからやってないやん。俺言ってあげたのに。はい。ママでした。やったー！なんてこったー！やったー！はい、2人にも行かれたよ。やったー！すいません。やったー！はい、はい、にじまる！にじまる、ほら、モンスターボール！モンスターボール！違うよ、斜め当てやったのにさ、すごいな。心まで来るともうもっと。マジいいのこんなんで選ばれちゃって。一番簡単やったで。この中で一番簡単やったと思うね。作業量的には簡単な方だと思う。いや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 。だって絵描いて着るだけやもん。うちのないから泣いたよ。勝ったわ。めっちゃ泣いた。あ、2番も決めましょうか。お前もうカメラ持っとけ。あ、カメラはい。嬉しそうな顔しやがってな。めっちゃ嬉しいこれ。なんか今週一嬉しい。頑張ってんけどな。はい、じゃあ2番目を決めましょう。ななちゃん2番目決めた？いきますよ。せーので指さしてください。せーの。わかりました。これすぐ作れるね。これはすぐ作れるのは知ってんねんけど、普通に月光画が好きだから。ああ、好きやな。サトシ月光画なんか何週見たか。それじゃあ、それを作った人、前に出てきなさい。ママー！これの良さは分かった。風鈴やで、これ風でな。え、月光が良かったんや。かっちゃんなんで知っとん？心が月光が好きなの。いや、これなんて一応なんか人気ある。ああ、そうなんや。ダメ、それはいいや。おいみんな一斉の出てこけるとこや。せーの。7取ったらあかんやん。最初やる気者だったけど今進化してケッキングになった。ケッキングになってる。ケッキングよくジムにおるわ、こんなんが。ジムにおる。単一でしか動けんから。はい、3位決めてください。3位、どれですか？せーの。なんだこのろうそく。いや、違うね、違うね。これ。お前はダイソーやん。これは、この電気。実を言うと、俺がメダルゲームで超お世話になってる。え？メダルゲーム。なんだ、ゆっくり持てんの折れるで。ちょっとはい、作った人出てきなさい、早く。ちょっと。ちょ待って。これは作ってない。それ買って持ってきただけ。選ばれたやつが買ってそのまま置いたやつ。ならそれ折れるからほんまにやめてよ。え、これはなんでかっていうと、メダルゲームがなんか残り1枚になった時とかに。なんかよく、なんかピラミドみたいなので、うるさいなあんた。さあ、説明聞いてんねん今。メダルゲームのコロコロ大のってやつで、めちゃくちゃ99名を当てさせてもらってるわけ。99名ね。だから、これを選びます。はい、じゃあ、はい。グータッチ、ハイタッチ。ダイソーさん、出てきてください。ピコ、ベッシュ、シュン。ヒカルが逃げた。見て。ピカチュウ！ちゃんと金のズリの実与えてくれる？ダイソーさんハイタッチ。ダイソーさん。見て、手に持っているのは私の商品。ミュウツーのサイコキネシスープ。残念なお知らせ。そう。まあ、4位は、まあ、これやねんけど。なんで4位にしたか？もっとうまかったら、まあ多分2とか1とか打っとったんやろうなと思うねん。理由1、足がなんか横幅、お相撲さんみたいでなんかかっこ悪かって、なんかちょっと足のつま先が浮いてる。クオリティが低いと。え、でもさ、首にさ、なんか。ちょっとやめて、あとで体育館裏集合さすから。確かにさ、こういう足で立っとる絵やのに、これ、こうよね。あいつの体育館裏やるから、まず。あいつも。でもさ、これ。お前も作ってみようね、同じの。ってことは、心くんの5位がごめんなさい。それさ、さっきナナが選んでさ、耳ねえのって分かったから違う。なんで普通に、マルマインの方が好きじゃない。そんなことあるの？マルマイン。怒ってるわ。入って。ウィンディみたいなさ、もっとなんか可愛いやつ。なんて？ウィンディとかさ、ウィンディって誰ですか？ピーターパンですか？違います。ウィンディというものですね。すいません。どうして体操服着てるんですか？ネバーランドに行きたいから決まっとるよ。あ、そうか。はい、ななちゃんの用意は？どうぞ。これな、ポケモンで言うとな、なな見たことないからな、このな、周りのキラキラが欲しい。そうだよな。もともと俺これ簡単に作れるし、このキラキラが欲しいね。パーツやけどいいの。キラキラだけが欲しい。はい、じゃあかっちゃんの勝利ですね。はい。じゃあ残った人はね、ダイソー初心者ということで。お疲れ様でした。また、じゃあ映る権利光るぐらいしかないから、これ今。映った。皆さんお疲れ様でした。またね、機会があれば何かでポケモンを作ってみましょう。次は何でね、ポケモンを作ったらいいかね、よかったらコメント欄に書いて。これじゃなくてさ、なんかマスターボールは M が無理だったんや。今ので動画切った？